10試合連続打点をマーク、今後も更新する記録が出てくるドジャースの大谷翔平投手は28日、日時間29日、敵地、ジャイアンツ戦に1番、指名打者で出場する。26日、同27日に2000連発の先頭打者弾を放ち、球団記録を更新する10試合連続打点をマーク。デーブ・ロバーツ監督は、今後も更新する記録が出てくるだろうと期待した。大谷は26日、同27日のホワイトソックス戦で、初回の第1打席で、相手先発のエリック・フェッティ投手から、またもいきなりアーチをかけた。今季100安打到達、10試合連続打点は、球団新記録となった。ネットワークのラジオ番組、シリアセクセムに出演した、ロバーツ監督は、彼のプレーを見るのは、まさに楽しいよ。毎日見ていたら、それに慣れてしまうことがある。でも、翔平の場合、考えてもいなかった、ありとあらゆる記録を更新してしまう。9試合連続打点を挙げていたけど、10に伸ばして、マット・ケンプやキャンパネーラの記録を更新したと、大絶賛だった。大谷が更新した10試合連続打点のうち、一番器用では9試合連続となっている。公式サイトのサラ・ラングス記者によると、一番打者としての連続試合打点記録は1920年以降では、ウォーリー・モーゼスが1945年に記録した10が最高。新たな記録に期待がかかる。フルカウント編集部。